陶芸最強伝説。今回のしもべギャルは林さくらちゃん。こっちももう乾杯です。あん、そんなに見つめないで。もう一つの方にいいですか。はい、もう一つ、はい、今日はもう一つ対決がありまして、はい、アメリカンドリーム対決です。興味ありますね。この言葉でもうビンビンしちゃう。こういうの好きですよね。大好きです。アメリカンドリーム、はい、大好きです。なんかね、アメリカで成功したらスポーツカーに乗るというのがあるようなんですが、その本当ですか、津田さん。全部が全部じゃないよね、はい、まあ、ただやっぱりそういうアメリカンドリームってあるよね。成功したらかっこいい車に乗るっていう。特にあの女の子なんか普通にスポーツカー乗ってますよね、アメリカはね。ロースあたりよね、普通。あれかっこいいですよね。乗ってますか皆さん、スポーツカー。スポーツカー乗ってますか。乗ってるよ。乗ってますよ、ね、俺8個乗ってるよ。マメ乗るんですか。マメ日本の土屋さん成功して成功したから、まあ、かっこいいっすよ。土屋さんはやっぱりあのジャパニーズドリームを掴んで86に乗るっていうね、男らしいですね。真似できない。何乗ってるんですか今。スポーツカー。うん、プースラだろ。どっちも古い。古いね。古いんじゃない、うん、日本の名車を乗ってる。なるほど、なるほど。まあ、あの今回その目標とされる車の1台がコルベット。お、はい、コルベット。アメリカではそうだね、成功したらコルベットっていうのはまああるね。昔からね、やっぱかっこいいのばっかありますから、ね、あるあるですね。で、そこに割って入りたいのが、うん、レクサス。レクサス。アメリカでやっぱりこの成功者の証の車の1台に選んでもらいたいじゃないですか。はいはいはい、なるほど、そういうことだよね。はい、レクサスの方がどっちかというとラグジュアリーっぽいですよね。コルベットは若干こうスポーツ系に振ってるし、今その辺がどうかね、はい、ということで、はい、どっちがいいのか新車、はい、行ってみたいと思います。どうぞ。磨き抜かれたマシンたち、峠を制せよ。あいつより踏み切れるか。あいつよりもっと先へ。奪うはその称号のみ、峠の魔王。今ストリートの究極へ。軍祭に今注目の新車4台が集結。その実力を峠で見極める、ニューカーバトル。これまでのニューカーの区間ベストはご覧の通り。アメリカンドリーム対決。レクサス LC500S パッケージ。エンジンは5リッター V8 477馬力を発生。これを受け止めるミッションには10速 AT が採用され、燃費対策にも抜かりはない。ドライブモードも6種類。気になるのは車重。カーボンのルーフを採用するも1960キロと重い。国産機体のハイパワー FR、 タイヤは21インチのランフラットだ。さあ、レクサス LC1400万円。パワー的にはね、477馬力ありますけれどもね、車重が1960キロ、ちょっと重いかな。その辺を見てみたいと思います。DK インプレッション。こういうところってあんまり重さは感じないね。マジっすか。まあ、頭の入りいいよこれ。2トン近いのに峠で頭の入りがいいってマジ。これはアメリカンドリームゲットできそうかな。
タイムは28秒568。機械が曲げてるのかな、その電子制御がね。でも嫌な介入ではないな。回り込んだところはやっぱ重いね。まあでも気持ちいい車だね。スポーツカーというよりはラグジュアリースポーツカーでしょ。マックスインプレッション。さあ LC S パッケージ、どうなんだ君は。でかい割には車がね、すごいしっとりしてますね。これこんなに群載でこんな雰囲気を出せるんだったら、その辺のワインディングやハイウェイなんかだったらもうすごい気持ちいいでしょうね。オリラー曰く、見た目のイメージよりスポーツカードが高いとのこと。ノブインプレッション。ちょっとね、ロードインフォメーションがしっかり伝わってこないですね。まあよく言えば余計な情報を遮断してくれて快適です。でもなんとなくこういうところ攻めるにはですね、インフォメーションが欲しい感じがしますね。タイヤのせいか車重のせいか、ターンインの姿勢を作るのはちょっと難しい。こういう車はね、最大級に G を消してダメだな。優しく優しくだな。なのでエレガントに乗る車です。運動性能はあんま求めない方がいいです。シボレーコルベット Z51。 エンジンは 6.2 リッター V8 ドライ散布を搭載。ミッションとデフにはオイルクーラーを装備。今回の車は8速 AT だが、7速 MT 仕様の設定もある。ドライブモードセレクターも装備。これでステアリングアシスト、エンジン特性、トラクションコントロールなどを変えることが可能だ。車重は1580キロ。アルミニウムフレーム構造を採用し、先代のモデルより45キロの軽量化に成功している。その走りは。さあコルベット Z51 行ってみたいと思いますけども、これはですね、6.2 リッターの V8 で、466馬力。まあ、レクサスよりも11馬力は少ないんですけど軽いんですよ。その軽さというのがレクサスより380キロ軽い。その辺がどう出るか比べてみたいと思います。DK インプレッション。これは面白いかもよ。ちょっとなんか久々にアメ車いいかもって思った。いきなりドリドリのハートを掴んだか。いいかも、俺好きかもこれ。タイムは26秒925。なんかね、好きになりそうな、そういうのってわかるかな。あの初めて会った女の子で、まあ普通だろうな、大したことないなっていう、そんなにその一目惚れっていうのはないんだけど、なんかだんだん会ってるうちに、あこの子好きかもみたいな、そんな感じの車じゃないかなこれ。わかりやすい。ドリドリ曰く、久々に買ってもいいかなって思えるレベルだって。
マジでいいみたいです。となるとこの人は、おー、コルベットいいね、ホエール V8 サウンドだぜ。早いよ、よく曲がるし。独特なこう刺激がありますね。なんて言うんだろう、昔ながらのその本来ある大パワー FR の味付けがびっしり残ってる車ですね。重量配分は50対50なんだって。いいね。ノブインプレッション、LC と比べてもう路面のインフォメーションがバシバシきます。いわゆる雑な雑情報もいっぱい入ってきますね。フロントはすごく落ち着いてんだけど、リアはめちゃくちゃフィーリングちょっと軽くてちょっと不安。でもフロントがめっちゃ入る。楽しいかも。ヘアピンの速さはこれまで乗ったマシンの中でもトップレベルの速さだって。3、2、カシャン。やりづらくなるのでお願いします。アメリカンドリーム対決の評価をお願いします。アメリカンドリーム対決、はい、ね、はい、さあ行きましょう。アメリカに食い込めるかどうか、はい、せーの、ドン。お、高いね。高い。ヒヤさん、これ低いですね。低いですね。アメリカの夢をつかむっていうところに行くかっていうと、はい、これはちょっとね、そのスポーツカーを作りたいの、何を作りたいの、でどっちも全オフにしたんだけど、これは全オフにならない。ならなかったですね。ずるっとも来ない、リアが。っていうことになってくると、ホットバージョン見てる方たちにとって、じゃあ FR って何っていう。そこを比較しちゃうと、どうしてもコルベットの方がアクセル踏むとズルッときてドキッとする。スポーツカーってこういうもんだろうっていうね、お前そこでアクセル踏むとこうなんだよっていうのを、なんか楽しさを、 FR の楽しさで大排気量の楽しさを教えてくれる。僕的にはやっぱりこのステージに来るともうやっぱりコルベットが圧勝なんですよ、うん、このグリーンサイドに来ると。これがセレブが集まる、レッドカーペットが引いてあるところにタキシード着ていく場面だと絶対こっちが負けると思うんですよね。間違いない、はい、だからコルベット、アメリカンドリームっていうことを考えてコルベットで比較するとコルベットの方がスポーツっていう感じです。コルベットあれですね、このやっぱ大排気量の後輪駆動の古き良き時代がまだ未だに残ってる乗り味ですよね。千葉さん大好きでしょこれ。好き、ね、峠バトルLC500 VS コルベット Z51。 さあ、アメリカンドリームをかけた戦い、どちらがアメリカンドリームを手にするか行ってみたいと思います。まあ、こういうところだとね、ちょっとね、やっぱコルベットと比べるとちょっと向いてないのかなと思いますが、やっぱこれのいいところもすごくあるので、そのいいところをちょっと出したいと思います。1本目はオリダーの LC500 が先行。さあスタート。加速勝負はコルベットは余裕か、 LC から離されていない。うお、怖え。頭の入り全然いいね。怖いよ。すんげえ安定してる。これはコルベットが速い。すげえ安定してる。
から見ると車高もコルベットは低くてかっこいい。もうお釜掘りそうなぐらいベタ付けだ。いやちょっと無理ですよね。でもすごく快適にドライブできます。スポーツカーというものを証明してやる。2本目はコルベットが先行。ぶっちぎってやる。これが380キロのウェイト差だ。 LC500 厳しい。スポーツカーもどきじゃないもんね、コルベット。ハーフウェットやばいんですよ。コルベット早いね。バトルは2本ともコルベットの圧勝で終わった。本物のスポーツカーはこれだけ速い、まあ、だけどね、うん、そのコルベットってこうずっとこれを作り続けてるわけじゃない。だからそのね歴史を感じたね。なんとね、オリドとこうバトルしててもアクセル入れればケツは出るっていう、そこにこうなんか FR の楽しさを教えてくれるっていうか、あ俺ってこういうことが楽しかったんだよなっていうさ、それが LC にはちょっとないかな。乗ってても楽しさはもうやっぱりもう抜群にこれなんですね。キャラクターが全然違いますよね。だから今回に関してはそのアメリカンドリームを掴むのはって考えちゃうと、うん、かわいそうな土俵に上げちゃったな、ね、そこに持ってきちゃうとね、うん、今回のニューカーバトルの結果からは単純な速さの差だけではなく違う差も大きく感じられた。まだまだ海外の車からは学ぶべきことが多そうだ。